この時間は日替わりコメンテーターが独自の切り口で多様な視点を提案するキャッチアップです。木曜日はクリエイティブプロデューサーの三好豪平さんです。今日はリモートでの出演です。三好さん、おはようございます。おはようございます。さあ、今日はどんなものを紹介してくれるんでしょうか。はい、本日は景気のいい映画をご紹介します。何でしょう、はい、?11 月29日土曜日から、えー、福岡はユナイテッドシネマキャナルシティ13ほかで 公開中のインド映画ですね。はい。ジャワーンという映画をご紹介します。ジャワーン。ま、あの、インド映画というと、RRR の大ヒットも記憶にまだ新しいところですけどね。本当にそうなんです。もうそれに次ぐ、あの、大ヒット作品でございまして、これですね、2023年、インドで、工業収入ナンバーワンの、特大ヒットを獲得した作品でございまして。 あのね、もう観客の満足度っていうものに全振りしたら、こんな映画ができてしまうのかっていう圧倒されるぐらいの一本でございます。気になる気になる。なる <laughs> もうね、ジャンル特定不能。できればもうあらすじもご紹介したくないぐらいのです、ね。 とんでも映画になってますので、<laughs> の<ー>紹介した,たち紹介したくないとか、そんな作品ありますすごいな。そですよ。はい。ちょっとね、これ順に、あの、その魅力をご紹介していきたいと思います。はい。えっと、この映画、えー、まずですね、まあ、ご紹介した通り、えっと、2023年インドで、まあ、興行収入ナンバーワン記録を打ち立てた作品なんですけど、<ー>まあ、その背景をまずご紹介していきたいと思います。はい。 まず、この映画で主演を務めたのが、シャー・ルク・カーンというですね、俳優さんですで。この方、あの、インド映画をご存じない方も、名前だけぐらいは聞いたことがあるかもしれませんが、この人ですね、このシャー・ルク・カーンさん、もうね、現地では、もはや、生ける伝説級の俳優さんなんですね。<ー>はい、あの、1965年生まれで、現在59歳なんですけれども、あの、もう90年代から現在に至るまで、 映画のトップスターとしてとにかく君臨し続けてるもう彼なんですね。<う>であのキンングカーンとかねボリウッドの皇帝とかって称号を持つぐらいの、ね、もう大好きなものなんですけど。すごい <laughs> でさらにですね、そのインドの映画界で、まあ、国内に限らず、世界的に成功を収めた、あの三大スターっていうのがいるんですけど、はいあの、この三大スターがですね、いずれも、あの、偶然にもなんですけど、同じ名字、カーンっていう名字を持っていて、しかも、同じ1965年生まれっていうところも全部共,に共通している三大スターがいるんですよ。<ー>これあの、シャールク・カーンっていうこの人と、はい、アーミル・カーンとサルマン・カーンというですね。あ,あれ、サルマン・カーンってもうそんな年なんですかそうなんです。<laughs> ね、<ー>でこの3人をして三大カーンとかっていうわけですねなんですけどその三大カーンの中でもやっぱりその最先鋒として上がるのがこのシャールク・カーンでーもう現在も,もう不動の地位を築き上げているような、まあ、そういう大スターなんですね、うん、で、えっと、今回ですね、まあ、そのシャールク・カーンが主演を務めるんですけどそのお相手を務める女優陣も本作はかなり豪華なんですね、うん、でまずヒロインを務めたのが女優さんでナヤン・ターラさんというですねナヤン・ターラという女優さんです、はい、で この方、えっと、1984年生まれで、まあ、現在40歳の女優さんなんですけれどもあの2000年代初頭からまずモデルだったんですけれども、ええ、あの彼女はその,あの輝く魅力をです、ね、あの見出されてある監督に、まあ、ス,カウスカウトされて、まあ、映画デビューをするわけですね。 以降、もうその大スターの相手役をもうみ、あの、続々務めるなどして、まあ、みるみる人気を集めていって、うん、これまで20年間のキャリアで、なんと、7 3本もの映画に出演してきたトップ女優なんですね。<laughs> すごいですね。<laughs> インドで出演し一人に何本出てるか分かんないですよね。普通の計算じゃ合わないんですけどね。合わないですよ <laughs>。どうかしてるんですよ。で、現地ではね、この人もね、また異名があって、レディースーパースターと呼ばれてるんですね。<ー> <laughs> で、もう大衆を熱狂させる、まあもう存在になってるわけですけど、もう このジャワーンという映画の中では、もうね、このね、ナヤン・ターラさん、この女優さんのですね、魅力はもう大爆発しております。<ー>もうね、この美しさと強さで、もう画面から本気で、もうその人から目が離せないぐらいのスター性をもう発しているわけですけれども、さらにね、このナヤン・ターラさん、ちょうどあの11月18日、なので、ついあの先々週ぐらいですね、はい、に えっと、彼女のそのスターとしての歩みを振り返るドキュメンタリー、ナヤンターラビヨンドザフェアリーテイルっていうですね、このドキュメンタリー映画がネットフリックスで公開されたばっかりなんですよ。<ー>で、僕もちょっとこれ見たんですけど、この後紹介するこの映画ジャワーンとですね、セットで見るとより一層楽しめるので、これもぜひおすすめですっていうような、はい、そういうナ,ナヤンターラさん。 うん、であと、えっと、このジャワーには、そのナヤンターラさん以外にもですね、同じく大スター女優が出ていて、うん、その中でもね、このね、ティー・ピカ・パール・コーンさんっていうですね、ちょっとこの方あの名前大変ですけど、<ー>この方も、あの、シャールク・クカーンと、もう共演歴たくさんしているような、もう言ったのベテランで、<ー>あの、彼女の見事な存在も、やっぱり本作では光りまくってまして、あの、作品をよりもう一層アップしているような、まあそういうような、あの、感じなんですね。うん 言ってみて、まあそういうふうに、まあそのスター大集合の本作なわけですけれども、はい、あの、そんな作品がインドで、えっと、インドと海外で、まあ同時公開になりまして、えー、9月から、去年の9月からですね、あの、順次劇場公開されたわけですけれども、うん、これね、すごいんですよ。公開初日に記録的な13億ルピー、これ日本円にして、1日でですよ。 およそ22億円突破してます <laughs>。1日でってのはなかなか日本でないですよね。<laughs> これ22億円って日本で大ヒット映画に分類されるのの全部であのあ集めるようなお金ですからね。それが1日です <laughs>。すごいなすごい。ね。で、インド国内では、えっと、さらに公開3日間、今のが初日だったわけですけど、公開3日間で20億ルピーを突破したということで、これ歴代初のヒンディー語映画の記録なんだそうです。へー。<laughs> うん で、さらに、まあ、この映画の海外でも同時公開されまして、その中でもそのオーストラリアではインド映画として初めて興行収入1位を獲得したっていうことだったりとかして、<ー>まあ、とにかく世界的な特大ヒットをまあ記録しましたよと。はい、で、最終的には国内外の興行収入全部合わせて日本円にしておよそ200億円。 <laughs> 観客動員数も3550万人以上というもうわけわかんない数字ですけど <laughs>、これね、ヒット映画史上に残るやっぱり大ヒットらしくて、あの、まああの、シャールク・クカーンのキャリアでも2番目に高い記録になったということで、このジャワンとにかくもうね、世界中で大ヒットした作品ですっていうのをまずインストールしておきたいと思います。はい で、えー、まあそんなにの映画、ジャワーンっていう、まあこの映画なんですけど、なんでこんなに前置き長くしてるかっていうと、まあ冒頭にもお,え<っ>お伝えした通り、できればね、これね、あらすじも紹介したくないんですよ。<laughs> <laughs> もうね、できる限りよ、やっぱり予備知識ゼロで望んでほしいし、ああああもうね、その予備知識ゼロで、もう右に左にジェットコースターみたいに振り回され続けて、うん、あー、楽しかったーって言って終わってほしいぐらいの一本なんです。もうアトラクションに近いですね、じゃあ。 まあもう本当にそうですね。ね<ー>で、もうね、これね、もう本当にできれいに全然触れずに行きたいんですけど、まあ<う>とはいえやっぱさすがにそれだと乱暴だと思うので、<laughs> ええ、少しだけ、もう映画の最初の最初だけちょっと触れると、うん、映画まずですね、インド国境の村のそば。 で、うん、えっと、まあ、川がある、大きい川があるわけですけど、ええ、その川のそばで、あの、洗濯をしている母と子供がいるわけですね。はいで。で、そこに血だらけになって流れてきた男が、あの、流れてきましたよ、うん、上流から。<お><で>桃じゃないんだなそれは。そうそう、桃じゃない。桃だ、ね、聞いたら桃太郎から撃っておく、ね。ね <laughs>、ええ、本当 川で洗濯してたら上からね、<え>血みどろの男が流れてくるが始<ー>まるんですけど。<laughs> すごいね、<laughs> もうそっから。で、その母と子供がね、まあその,あの男を救い出して、えー、で、まあそこからまあ映画が始まるわけです。えー、で、うん、なんだけど、もうね、ここからわずか、本当に10分以内で、もうね、普通の映画だったら、え、これもうクライマックス来たんですかっていうぐらいのですね、<ー>特大迫力の大立ち回りに一気に流れ込んでくる。へ <laughs>、えー。<laughs> <laughs> 開始10分間みたいな勢いなんですよね。えー、<laughs> 結構インド映画って長いもの多いじゃないですか。最初の10分でもうなんか力使い果しちゃって。<laughs> <え>うなんです。大丈夫ですかで,で、この映画ね、なんとね、171分あるんですけど <laughs> <ー> <laughs> あと、10分でいきなりそれフルスイングやってくるんですけど、うん、もね。うん <laughs> この調子で、ここからですね、この映画、まるで数十分ごとに、あの、一回ずつぐらいで、もうね、うん、とにかく、コロ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 映画のジャンルごと変わっていくような、怒涛の展開がね、鶴瓶打ちされていきます。えー、で、これちょっとね、少し上げていくと、うん、犯罪スリラー、ミュージカル、うん、戦場アクション。うんうん ロマンス、社会派ドラマに肉弾戦、大迫力のアクションスペクタクルまで、もうね、上映時間171分が、もうね、その長さを、二重を感じさせない、もうね、うジェットコースターのような展開になっていきます <laughs>。じゃあ、今ミュージカルっていうのが入りましたけど、<laughs> はい。あの、RRR でもこう、踊りがやっぱ注目されましたが、やっぱそういうダンス的な部分もあるんですか ええ、もちろんです。もうこれはね、<ー>もうインド映画のね、うもうそうですよね。当然それはもご期待くださいっていう感じなんですけど、やっぱりね、あの、そういうふうにもう、あの、右に左に振り回されて、もうとにかくそれに運ばれるだけで満足っていう、まあ、こういう感じは、なんかね、うん おまけに、その日本の観客だったら、絶対に予想もできないような展開が続々と続いていくんですよ。<laughs> あ<ー> <laughs> まあ言ったら日本の映画界で言ったら乱暴だっていうぐらいの展開なんですけど。ありえないだろうっていうような、うんう。勢いでありにしてしまう。うん、なんかね、その勢いも含めて、それをリアルタイムで驚いていくことこそがやっぱり、本作の鑑賞体験の、まあ一つの醍醐味だなっていうこともあるので、<laughs> まあ目いっぱい振り回されてくださいよっていうことなんですね。<laughs> あ、僕、ちょっとなんか。これ以上知識を入れないでみたいな、そう言われる。とするけど、ぐったりもしそうな感じなんですね。そうそうそう。でね、これもう少しだけ話すと、やっぱり映画と観客が共有してきた約束事として、ジャンルっていうものが、まあもともと映画の中にはあるわけですけど、まあそれが今もう崩壊してしまって、言ったら映画の中でリアリティみたいなことばっかりが問題にされる時代が来てるわけですね。なんだけど、映画ってそもそもが作り物であって、その、 虚構と幻想だっていうことをあらかじめ認識した上でそれを互いに了解しながら楽しめるっていうのがある種の映画の一番の魔法だったはずなんですね。うん、うん。で、そういうことを思うにつけインド映画にはまだその高頭無形な映画のあり方を観客と映画が共有できるその魔法が生き残ってるからこそ生まれてくる<ー>見たこともない映像表現とか発することのできるメッセージがあるっていうことをやっぱ痛感させられるわけです。<ー> この映画でもね、やっぱりね、その高等無けなジェットコースターに本当に振り回され続けるんだけど、徐々に現代インドにまあはびこる社会の現実が浮き彫りにされてきたりとか、そこに対して映画が観客にどのような呼びかけを図るのかということ、あの、本作がやっぱり他ならぬ、廃終に向けられた娯楽作っていうことを了解した上でこそ、うんうん、このメッセージをこの映画に込めるということの誠実さとか、 希望も同時にあるなと思ってこの辺りはね、ぜひ見ていただきたいところですね。うん、はい。ということで、ねはい、これ、まま、大満足のジャワンです。うん、はい。<laughs> はいということでね、えー、映画、ジャワン、ちょっと見たくなりましたね。<laughs> 見たくなりました公開中ということですので、<laughs> はい、ぜひ、えー、皆さんも足を運んで見てみてはいかがでしょうか。あ、はい、ありりががととううごござざいいままししたた